ナビラボチャンネル公式バトルカードゲートオープン、イエーイ、はい、本日の組み合わせは因縁の対決、ウォリアー VS サイバー、兄貴がウォリアーで俺がサイバーね。これさ、あの俺からお願いがあるんやけどさ、何もしないで。ない何もしないで。何その IQ 人みたいな願い。こういう時だってあいつやねんな。頼む、ガチで頼む。こいつや。最初はグーじゃんけんこい。先行、ここは容赦ないく。マスターカードオープン。めくりました。きたー、よりにもあっての兄貴の一番苦手なカード、戦術的戦略。お手を上げ、いくぞ。デュエル、デュエル、俺のターン。ドロー。コスト3、マット3円。ヤマトからサイバーコント1枚手札に加えるよ。パンデミックスっていうとこかな。コスト1でカプセルゲーム終了。なあ、ドロー。3払って手札から1枚捨てることでゲットオンワウルフを召喚する。無制限召喚ね。ああ、ごめん。無制限召喚して、うん、で、知略かな、悪代化の効果で100銀の盾。なるほど、電話持ってきてる。演奏使いリートを召喚する。なるほど、なるほど。100銀の盾を装備させる、うん、リートの効果で装備カード、ボディアーコマンドの100銀の盾を捨てることによってマットサイレンスを墓地に入れる。エンド。ドロコスト1でスキルスネークを召喚。さっき見たのパンデミックス。自分のバルカード全部破壊する。はい、同じことしてください。うカプセルゲルの効果発動、破壊されてるカード1枚ドローする。ブレイサーチ。こいつの効果は何だろう。まずこいつ以外のサイバーパワーはプラス100できると。うんうんうん。で、相手がカードを山で1回手札に加えるときにドローも含めてそのカードを確認できると。うん。サイバー勝負終了。あ、めんどくせえ。なんで。あ、めんどくさ。でかで、たらららじゃあ、めんどくさい。2つ払うことで巨人の手続いて破壊する。で、エンド。やりやがったな。うわ、ヌーブモニター。終了。ドロー。黄色キッズナックルを召喚して、ここで大箱の剣道要素を召喚する。めんどくさい、やばい。大箱の剣道要素でヌーブモニターを攻撃。で、エンド。ドロー。耐えろ。終了。ガリメデスの水ガンが発動して読んで大箱のケンタウロスをもう一体召喚する。やっべ。で、まずは黒ガリの蒸気士を手に。ちょっと待って戻させない方がいいかな。で、瞬間限定で場のカードの職業を全部裁判に変える。ああ、裁判。ああ、なるほど。まずは大箱のケンタウロスで、アウト。で、黄色のキッズナックルで攻撃。で、エンド。ドロー。いや、まだ諦めない、まだ諦めない。やめろー。ドキドキドキで攻撃。よっしゃー。いや、今のちょっと手札がね、悪すぎたね。よっしゃ、どうにか持ちこたえだ。めっちゃやらしいもん、巨人の鉄槌持ってくんの。確かにな。最初はじゃんけんぽい。あ、成功。デュエル。まずは1枚ドロー。で、命がけの人力車を召喚。なるほど。いや、壁要因を作ろう。エンドにしとく。バランスブレイク。バラバラク。スピアストーク。メンタルマスター効果発動。パワー100下げて、パワー100上げる。おー、スキャン。シャンペン。じゃあ終了。スペクトプラス手札を1枚することでゲットのワールドを無制限召喚。僕は巨人の鉄槌持ってきてパラボラシェルやるべきだ。そやね、エンド。巨人の鉄槌でパラボラシェル。エンド。今なら許してやるよ。1回しか動いてない。あ、ほんまや。そうやな。
ああ、そっか、俺優しすぎるやろ。やろう、ムードモニター交換。コスト3、あくん、ムードモニターの効果でコスト3以下のサイバーコマンドを持ってくれると。こりゃやばいぜ、空爆作戦で自分のバックサイバー1体ですか、ID 的なミスに。うわー、きついな。メンタルマイスター効果発動、パワー100下げて、パワー100上げて。うわー、バシャー、強いな、やっぱり。パラジオ攻撃だってよ、まずは1、2、3、はい、終わり。あ、終わり。こいつら届かないからね、普通。し、ここで演奏使いリーフを使った鬼神のメイス。なるほど。1枚スタイルを破壊するパラダイスブレイクを攻撃して、除去する。エンド、ドロー。コスト1、スケールスネークを召喚。こいつは無制限召喚ができると。あ、その熱い思いに応えてやるぜ。ハンマークラッシュ発動、演奏使いを破壊する。スケールスネークでダイレクトアタック。あー、もうクソクソ、なかなか勝てねえ。あのパラダイスドレイクとメンタルマイスターのコンボがエグいな。ほんま初手から演奏使いビートとセットカードがないと結構対処できない。対処できねえよ。最初はグーじゃんけんぽい。先行デュエル、デュエル頑張れ。さあ、いい、でかっ。召喚した時に巨人の鉄槌を持ってくると。持ってくる。2つ出て猛進するんだ。はいはいはい、2ドローね。2ドローで、ターンエンド、ドロー。アンキャンサー、カシャカシャ。シャー、ここだ。やめろ。その点数か、パラボラシルト、パラライズブレイク。なるほどね。まあまあまあ、多分あるなと思ってたからね。これしゃあないので、メンタルマイスター効果発動、パワー100下げて、パワー100上げて。カシャン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 。じゃあ最後持ってくるぜ。ごめん、これ持ってくるわ。終了。それでまず1、2で巨人の鉄槌発生だからね。ルーナを1枚することによってゲットのワードを召喚。なるほど、召喚。はいはい、なんでガッツ。えで、まずはゲットのワードで攻撃2つ打ってた、はい、で、やっべえ。で、ターンエンド、ドロー。コスト3で見守る、パラボラシェル。コスト1でスケールスネーク、無制限召喚ね。空爆作戦、4のダメージ。メンタルマイスターの効果発動、ガッツマンのパワーを100下げて、スケールスネークのパワーを100上げる。ターン終了時、スケールスネーク自身を破壊する。とりあえず待ってみよう、エンド。終了。おや、エンド、待てよ、デスバーナーがあったらコマンドカードついたら普通に。あー、いけんことはないな。さあね、巨人の鉄槌がまだ山ほど残ってたら。わからんな、わからんな。ごめん、分かっちゃった。何このぬか喜び感。ターン終了。何やねん、ごめん、ふざけんじゃねえよ。ふざけんじゃねえよ。なんやこれ、何その、うわーうわー、ドン引き、うわー、死ねばええのに。くそー、でも唯一一生はできたからな、地に足つけることはできたけど、けどよ、ぬか喜び感が半端じゃなかったな。何今の。いや、まだまだわからない。いや、もうまだわからないぞ。いや、もうさ、あとフェアにしかないねん。
これでもないし、どうしようもない。いやけど、ウォリアーやるね。結構いいとこまで行ったと思ったんやけどな、うん、なんやろ、この最後は持った時の運の傾きが半端じゃない。なんか女神が微笑んでるっていうか、もう大爆笑してるレベルやね。なんなんやろな、ほんとほんとなんなんやろな。なんやろな、俺はもう理解できないね、この強さ。そんな強いカードあるわけじゃない、あるわけじゃないのに、何が問題ないのか。ウォリアーも優秀やで、優秀だからいっぱいあるね。いや、あるある。ビートとか、ビートとかケンタウロスとかいくらでもあんねん、うん、あるのに何だろう。引きを取ってへんねんね、全然ウォリアーやって。うん、ウォリアーだって引きを取ってないはずやねん。どっちかというとサイバーの方があれやからね、重いし動きが鈍い方やからね。何何言ったのこの強さ。おかしいな。まあ次のフェアで期待するしかないってか、はい、もう無理だよ。無理無理無理じゃない。無理だろうがもうこれ。奇跡を信じよう。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。